はい、どうも、リオンです。今回の雑談はこちら。はい。ですね、猫は高いところから落ちても大丈夫なのかというと、ね、ビルの30階から落ちた猫が、歯を折り軽い怪我で済んでですね、命は助かったという例があります。なぜ助かったのかというとですね、秘密は、ムササビ飛びにあるんですね。はい、猫は高いところから落下するとですね、しまたを広げることで、抵抗を大きくしてですね、落下速度を抑えると。はい。だが、猫にとってですね、一番危険な高さは、4階から5階の高さ。これより以下なら、大怪我をせずに着地できますが、この高さだと、ムササビ飛びをする余裕がなくて、死亡する確率が高いと。ということです。はい。